刀名長曽根教佐と入道と通る、漢文5年12月16日、山野開門68歳、永久四都道切断、東京富士美術館像。この刀を作刀した長曽根教佐とは、最上体行物に挙げられた投稿で、刀の茎には、幕府主役の山野開門永久が試し切りで重ねた四つの罪人の胴体を切断したことが、金造眼で記されている。 刀剣の技物一覧は、江戸幕府公式の試し切り役剣士揮、執行人であった山田朝上門五代、吉厚氏が編纂した、懐方剣弱などの複数の書物に記載された、日本刀の刀工の格付け一覧。山田は多くの刀で試し切りを行い、刀工ごとに刀の切れ味を分類して格付けした。最高位から最上大技物、大技物、両技物、 技物の4等級に分類され、大技物、両技物、技物混合の投稿も含めて、多くの投稿が記載された。ただし、完成9年に最初に編纂された、懐法剣弱と、後の文化2年の再販版と、文政13年に出版された、大改定版の古今単野美行では、都度、新たな投稿を追加したり格を補正しているため、投稿数に相違がある。 懐法権弱では、最上大業物十二項、大業物二十一項、両技物五十項、技物八十項、大技物、両技物技物混合六十五項であったが、再販版と古今単也美行を合わせると、最上大業物十五項、大業物二十一項、両技物五十八項、技物九十三項、大技物両技物。 技物混合68項の計255項となっている。切れ味による暗い列であるにもかかわらず、当時から切れ味で著名だった戦士村政は掲載されていない。このことについて、夜勤学者、刀剣文化史研究者の岩崎康介は、山田朝上門が、異列を考案した時にはすでに、村政の妖刀伝説が広まっていたため、幕府に遠慮したのではないかとしている。 また、京宝名物帳に掲載されていた名物三作と呼ばれる、正宗、淡田口義光、郷義弘も掲載されていない。これについては山田が将軍の権威に挑戦することになること、現実的に大名家の下方になっていた名刀を試し切りに供することができなかったことによるものと推測されている。本校のランクは、懐法権弱諸犯より、順序は、 名前から五十音順。再版版、古今単野備行。写本によりリストは相違する。1805年の再版版に掲載されたそぼろ、すけひろと1830年の古今単野備行に掲載された、おさふね金光と、泉守金だの参項も合わせると、計15項となる。ありがとうございます。